キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、エクセル世界大会優勝の女子高生というようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組の方はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういった専門的なお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。 YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の Excel 世界大会優勝の女子高生というようなところでなんですが、こちらはですね、毎日新聞からの、引用となります。本日、ちょうど出たニュースでもあるんですが、そちらの記事によりますとですね、マイクロソフトの資格の、MOS っていうものがあるんですね。こちらがマイクロソフトオフィススペシャリストの頭文字を、取ったものですね。これ MOS なんですけど、この、表計算ソフトのこの Excel の部門でですね、優勝したのがですね、なんと日本の女子高生なんですね。17歳の子みたいなんですけど、とにかくこちらの世界大会始まって以来らしいんですね。とにかく女子高生のみならず日本人としてもですね、この大会で優勝したのがなんかこう初めてのケースだったらしいんですけど、結構すごいなというような感じで記事読ませていただいたところもありまして、なんでもね、この女子高生のお母さんがですね、パソコンのインストラクターの、パソコン教室のインストラクターをこうやっていたみたいで、その縁あってその小学生の頃から、パソコンにこう慣れ親しんで、なんかこう暮らしていたみたいな、そんなようなところがあって、で、その会あってなんですかね、こういった大会でこう優勝するまでのこうスキルをこう磨けたみたいな、そんなようなとこがあるみたいなんですけど、やはり、小学校からね、こういうようなパソコンでこう Excel とかこうやってたりするとほんと強いですよね。やはり大人のね、おじさんとかもかなわないぐらいの、やっぱ頭柔らかいですからね。ああいうようなUI とかそういったものを、すぐこう、ゲーム感覚でこう結構覚えちゃったりするようなとこもあるのかもしれないですよね。はい。私なんかはですね、おじさん世代なんでね、エクセルとかね、パソコン自体もそうですけど、初めて触ったのがね、大学生の頃だったんですよね。はい。そんなようなところもあって、今のね、この時代も小学生からこうパソコンにこう、触れる機会があるなんていうのは、羨ましいなというふうにこう思えてしまうようなところもありますが、はい。とにかくですね、こういった環境は、若いんであれば、利用するのも、結構一つの、ちょうどね、コロナでなかなかこう学校に行く機会もなかったりして、この女子高生の子もそうだったらしいんですけど、コロナ禍でね、臨時休校になってしまったりするようなとこがあって、それでこう家でダラダラしてるんであればみたいな感じでこうパソコンの勉強にこう取り組んだらしいんですけど、とにかくこう頑張り屋さんなとこはありますよね。はい。特に私なんかはですね、最近のね、新入社員とかはそういった方々とかってね、逆にね、こんだけパソコンとかそういった触れる環境にありながらも、今結構普及してるのがスマホとかね、タブレットだったりするようなとこがあるんで、逆にこうパソコン触ったことないみたいな、そんなような人がちらほらいたりするようなとこがあり、エンジニアとしてはもう信じられないようなとこも あるんですけどね、そういうようなところも目の当たりにしてしまったりするようなところがあって、なのでね、この頑張り屋さんのこの女子高生はですね、結構、いいニュースなのかなみたいな、そんなような感じもします。はい。ただですね、正直のところね、もう一つね、ここら辺どうなのかなっていう思う点もなきにしもあらずでして、それについて少しちょっと今回言及させていただければというふうなとこがあるのが、確かに小学生からね、Excel とか勉強するのはね、頑張り屋さんでゲーム感覚でやるっていうのは、それはいいんじゃないかなというふうに思う反面ね、もう少し頭柔らかく、ここまで勉強するモチベーション持ってる子であったら、Excel とかそっち勉強するより、この子だったらね、多分ね、Python とかね、プログラミングとか挑戦させても結構面白くなんじゃないかなって感じもするんですけどね、ここまでMOS で世界大会で優勝しちゃうぐらいのね、そのぐらいのスキルある子だったらね、エンジニアとしてもう一歩踏み込んだところにもうチャレンジしてもいいんじゃないかなというふうに思ってしまうようなところがあって、ちょっとおせっかいかもしれないんですけどね、そういうようなところもあるんですけどね、とにかくやっぱね、エクセルでね勉強するっていうのはね、小学生からだとちょっともったいないなっていうふうに思えてしまうのも事実なんで、それはですね、エクセルに限らずね、やっぱアプリっていうのはUI がコロコロ変わったりするようなところがあるんで、私自身もねアプリを作ってるからこそ言える、ところがあるんですけど、アプリの作り手のね、手の上でね、転がされてるような知識を覚えるような、そんなような感覚になっちゃうんですよね。このアプリをね作る側になってほしいんですね、私としてはね。アプリを使う側でねエキスパートになるより、小学生からねこういうパソコンとか結構いじるのが好きっていうんだったら、やっぱねアプリの作り手になってほしいなっていうような、そんなような願いもあって、だからこそプログラミングとかそういったものを勉強するのもいいんじゃないかなというような、そんなような感じなところもあります。私自身もですね、ある意味ねアンチマイクロソフトみたいな、そんなような、感じなとこもありますけど、ただね、いずれのプラットフォームにしても、私が作るアプリにしてもですけど、その使い手と作る側はですね、やっぱ圧倒的にやっぱ違うんですよね。だから小学生からこういうようなね知識を学ぶっていうんであれば、仕様がコロコロ変わるような類の知識みたいな、そういうのを覚えるよりも、もう少しねロジカルな思考法とかね、そういったものを学んだ方がね、結構ねその子のためになんじゃないかなっていうふうな、ところも思うところもあるんですよね、このニュース読みながらね、なので結構いいニュースかなというふうには思うようなところもある反面ね、やっぱ小学生から、こういうのを一つ大々的にニュースとか掲げてしまったりするとですね、こぞってね学校でじゃあ小学生の子にエクセル導入しようみたいな、そんなような流れになっちゃったりする、かもしれないんでね、なので、この部分はよくよく教育者のね皆さんとかも、もしかしたらこの番組聞いていらっしゃる方とかいるかもしれないんでね、この辺ちょっと考えていただきたいのは、小学生はねやっぱねアプリとかの使うよりも、作り手とかね想像的な思考とか、そういったものを鍛えてほしいなみたいな、そんなようなとこがあり、だからこそその仕様がコロコロ変わる知識ではなくて、もう少し根源的なね、そういうような思考法とかをもうそういったのも身につけてほしいなというようなとこがあり、今回このようにちょっと収録させていただいた次第でもあります。はい、本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。